お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、ミラー8000度最終日やっていきたいと思います。ということで、残りねシーズン時間が3時間です。はい、3時間切れましたということで、もう時間がないですね。はい、そしてこちらトロフィー7900です。はい、やばいです。まさかの7900ですね。途中ね71行ってました。なんなら12時間前71いました。はい、まあ、12時間かけてね気合で上げました。でなんですけども、まあ、ちょっとプロフィール見てもらえればねわかるんですけど、私デッキをものすごく変えました。はい、あのですね、元はこれ使ってたと思うんですけど、まあ、ほんのちょっとねいじったらこうなってしまいまして、ごめんなさい、これはね謝ります。このデッキで頑張ってました。頑張ってたんですけど、77行って71落ちて、その後頑張ったんですけど本当に上がんなかったんですよ。本当に上がんなくて、あ、これダメだってなったんですよね。で8000いけない、このままだと8000いけないで、73とか72で終わるのはもうしょうもないなと思ったので、ちょっとこうまあズルにはなってしまうんですけども、まあ、やっぱどうにか8000いきたいということで、まあミラーとトルネと、まあ、入れつつ、もう全然違うんですけどね、もう全然デッキは違うんですけども、ミラーとトルネ入ってるんで許してくれやってことで7級まで来ました。はい、ずっとこのデッキで上げてます。はい、寝てないです僕、もう眠いんですけど、ちょっと気合で8000いきたいのでちょっと許してください。マッチング的にはもうこんな感じかな。はい、もう基本ずっとこれ使って上げてます、ぶち上げてますということで、まあでも最後は、でも最後はよ、あるある、なんかよくツイッターとかの見るかもしんないけど、これ使って8000いきました。最後だけやないかい、最後だけでいいんや、許してくださいということで、こちらね使って、まあ一発で8000は多分ね苦しいと思うんですけど、まあ何回か挑戦しながらね、はい、行きたいと思います。まあ、マッチング利益やな、まあ 3C とかがやっぱ多いですね。はい、もうなんかあとはキョスケがバカ強いです。はい、で今クランをねみんなでなんか集まって会話しながらねやってるって感じですね。通話しながらやってたって感じですね。はい、行きましょう。集中、もう時間ないんでね。きなこもちさん、30C やないかい。まあ、3子とね、キョスケゲーです、今の環境は。まあ、3子とキョスケ、エリポンとキョスケ。ふぅ、集中。エリポンポンポン、エリポン立ちそうなんで、リガー一旦待機です。いや、マジで、キョスケがね、本当に、いい意味でよ。いい意味で、キモい。本当にガチで強かった。わぁ、待って、これやばい。エリポンクロスだったらやばいな。あ、エリポンクロスだ。あ、これクソゲーです。やばいっすよマジで。意味わかんねえもん。これで負けです。いやー。あ、でもハントだ。なんだこれ。矢切り耐えてる。いやー無理です。いやまだ参るか。あのですね。マジでなんか違うんすよ、もうね、なんてどう言い訳をしたらいいんだろうな。もう言い訳です、勝てないです。はい、なのでキョスケ野郎に頼りました。マジでね勝てないんですよね。いやでもなんかババ、え、なんか違う、俺の知ってるエリポンクロスじゃねえ。いやでもエリポンクロス、エリポンないのかな、やりそうだな。ババア着衣ハンターか。まあ、クロス出てきてるんで。さあ、透明ならない。耐える。いや、まあまあ、全然。いや、アイゴレか。いや、全然耐えれるよ。いや、これ、裏を飛ばし毒でしょ。うわー、マジか。いや、守りにコスト使ってくんのか。エリポンはね、わあうまいな、うん痛いな。さあ、いやでも、いや全然いいぞ、なんか結構頑張ってるぞ。いやマジで熱いよ、ちょっとだけ予想外の展開。
これマジで、あの削りです、呪文削りです、これ。いや、ディーガーで削る、しかも。いや、問題は、この右サイド。おーい。怖すぎー。何っぽでも壊した方が良さそうだな。これ、一気に行かれるか。一気に行かせないよ。やばい、待って、やばい、危ない。耐えて、耐えてる。しまいプリント。熱い。いや、ババ強い。ババ強い。やばい。やん。うっとけんないや。いや、頑張れたな。いや、なんか思ってたんと全然違った、なんか違ったっすね、入り直すと違って。いや、これくっそ、いや、勝ちたかったら、でも勝ってたっすね。なんか、ワンチャン最後の方をディガディガいっちゃってもよかったかもな。いや、でもなんか全然いけるぞ、戦えるぞ。よし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 。いや、一旦でも77までは来てたからな。ちょ、自信持ってこい、自信持って。ちょ、やっぱプレイ日よるとね、そっからね、悪循環なっちゃうんだね。さあ、クロスだけは勘弁で、クロスではない、ならいい、ならもう何でもいい、全てに勝てばいい、それ以外に。さあ、美味しいコウモリがなかったのにしんどいな。耐えてこ、耐えてこ。さあ、スケキンやろう。さあ、耐えてこ、耐えてこ。スケキンやろうはコウモリが苦しいんじゃない。いや、あるなこれ。うわー、でもそれは俺も苦しい。まあ、ここのコウモリはしょうがないか。ここはもう男の許容、男の許容できない。いや、痛すぎ。ちょっと待って、なんでだ、ついてねえのか、なんかそんなにっていうぐらいさっきダメージ受けてる。いや、全然悪くはないね。これね、マジで、相性自体はね、なんならちょっといい、と思ってます。いやー、これ、ファイボーかポイズンあるかな？熱い。やられたらやり返す。稼げ、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 稼げ。熱い、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 熱い。いや、結構稼いだな。いやー、そのスキルやばいな。めっちゃいい。いやー、耐え毒、耐え毒、耐えろ、痛い、来るなー、これアドがやばい、アドやばい、見逃してくれ、見逃してくんねえよな、さすがにな。いやー、でも全然いい。いやー、これはしょうがねえな。よし、耐えてる、耐えてる。いやー、ポイズン溺れてんな。いや、ちょっと待てよ、なんでだ。いや、全然勝てるんだよね。うわ、やべえ。
ちょっと待って、違うねん、こんなんじゃない、こんなんじゃない。いやちょっと待って、一旦ここ、次、わあガチか、なんでだ、なんか全然今結構いいマッチングしてるんすよ。なんで、あと100よ、あと100が、気づいたらあと160ぐらいになってる。いつもだったら勝ってる。こういうことはよくあります。さあデリバリーロイホグかな、圧着衣ロイホグもね結構生きてます。圧着衣ロイホグだけはちょっときつい、でも戦います。いやー勝つよ、いやマジで勝ちたいな。8000遠のいちゅ、遠くなったらよいしょ、またね、キョスケであげるだけです。なんでだよ、あーいいすけだ、いやもう耐えっすね、圧倒的耐えまくって、いや今のね2戦痛いな、なんか両方ともさ勝てそうな試合だったから、だったからこそのちょっとなんかね痛いな。迫撃とリポンクロス、くー、なんか常に渋かったっすね。考えれば考えるほど悔しい。9000ね、あと2時間40分ぐらいかな。さあ粘る。で、僕の勝ち筋は、もうディガディガぐらいしかないですね。削れないんでね。うん。耐えて耐えて耐えて、守りつつディガディガ。守りつつディガディガっすね。一気に攻めていくって感じかな。いやー、この大砲は嫌だな。あー、でもプリンはいい。まあ、これ繰り返しながらの、勝てるといいけどねって感じかな。やばい、おー、あ、ハゲてる、ちょっと待って、あ、ダメだ、今日ダメだな、今日絶対勝てねえ日だ。あ、ジジです。まあ着色色がねしょうがないですね。いやさっきの2戦落としたのやばいな。ちょっとまた出直します、出直しのね、くっそ3連敗がで1回た瞬間、結局ね、くー、最後だけでもね気合でこれであげたいですね。さあこちら先ほどね沼りましたが、なんとかね戻しました。今7965です。まあただあと2勝ですかね。はい、残り時間が、まあ、さっき3時間で今1時間半ですね。まあ1時間かけてなんとか戻したよねという間に、麦ったんが世界1位です。はい、バケモンですこいつ。ということで、まああと2勝ね、まあ気をつけ使いたいとこなんですけども、こっちでね本当にでも30子がマジで多いので、3子さえ引ければ全然勝てます。はい、まあ、言っちゃマジ結構相性いいのさえ引いてしまえばマジ勝てるので、あと2勝で、八千堂なんとか、ミラー八千堂なんとか攻略です。いやちゃんとミラーは使ってるかなとか言って、怪しいグレー寄りのね、なんならもう黒寄りのグレー寄りの黒ですが、勝てばいい。さあ、あと2勝。あー、トロー的に、そうですね。これじゃ届かないので。意外と枯渇とかも多いので、枯渇と三死が多いね。さあ、なんだい？スパ、ランバジャック。いや、これさ、バルーンだったら結構美味しいな。いや、バルーンっぽいな、これ。ちょっと待ってよ。緊急として、あ、でもバルーンだったらこれやばい。エリポンゴレやないかい。いや、ちょっと待てよ。エリポンゴレか。いや、全然いける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 から。安心して。全然生まれる。スト
そんな言うほどきつくない。いやーきつ。いやーそれやばいね。このセパレートスキュドラうまってか、あーエリポンやっぱ命かけてくるっすよね。みんなエリポンがね、この世で一番大事なんですよ。今のクララはエリポン置いてタワー1個捨ててもエリポン守った方が勝てるっていう。にょーやばい、ガチでやばい。どうしようかな、これ一旦端プリで1本気合でとりあえず降りたいな。あーちょっと手前めのね、1本気合で降りながらの、いやこれマジで全勢力を本当にどうなってもいい。やばいか、まあ、やばいぐらいが多分ちょうどいいよね。やばい見てわかるのはやんばい。これ縦の選手とかやったらどうせスケドラちゃん来るんで、いやここはマジで冷静に、いやプリンちょっともうちょっと奥底にゴリゴリに奥底に行きます。ワンチャン誘導できない、あっつ、ちょっと待って待って、お前はコンディぶっちゃけ、あっつあっつあっつ、待って、あっつガチであっつからの、いやさすがにこっち取り行きたいよな。連打できるんじゃない、うっうわやばい、お落ちる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 、だが落とされるかなこれ。いやギリ耐えれそうだな、いやいや耐えれねえか、まあ耐えれなかったら耐えれない、いや耐えれないが、耐えれないがよ。ちょっと今の間一旦 D が飛ばして削らして、ダクペリいるよな、いるな、ステイ、いやいいよ、悪くない、全然悪くない全然悪くない、えマジ、ちょゴリゴリ今の間に攻めたい、熱い熱い熱い、いや熱い、ちょっと待ってよプリン、たまたま範囲で熱い、ちょガチで熱い、これ絶対相手削る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 、お願い拾うんじゃねえ、やべ、やべえ、ちょっと待ってやばい、うわーちょっと待ってくれ、ディガーの位置、いや言うのはもうバレるのはしょうがないんですけど、うわあとちょっとが、ちょっと、いや今のは勝ち試合だったな、いやまあ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 、いや悪くない、いやプレイ自体はね悪くないかな。ディガーを最後あのカード2歳カード2歳出しとけば気合の踏ん張り、そうスコップ投げりゃ投げりゃな、最後死に際にスコップ投げちまえばな、ギリいけたんだけどな、惜しいな。さあ、いやウォールブレイクウッドはねあんまいい方ではないが、おお、さあマジやっちゃうウォールブレイクだ、いやまあまあ全然ね全然参るよ、空振りなよ、やーべ、あれ？さては待って、本当にあれ1時間半でしょ、1時間半はやばいな、これ間違っちゃねえのか、トルネはあるけどみたいな、あれトルネなかったな、あれあったよな、トルネあったな、でもやりごぶ取るね、あマジアチョルガン取るね、ウッド型だ、いやちょっとレアなやつだな、ちょっとレアなやつだな、これに勝つにはもう同サイドで相手のマジアチョ一生潰すは結構硬いね、結構硬い気がすんな、まあプリンとマジアチョの差なんで結構痛い、いやこれさっきの引いときたかったな、本当にマジで悔しいな、いややってる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 、
やってるけどみたいな。うん、いや若さ大事。やってるけど相手さマジか。じゃあまあやりゴブだけだからな、さすがにやるか。いや出てくるよねそれ。うん、いやこれどうやって勝つ。 Help me Help me。 いや全然ある。おしゃれに決めていこう。熱々熱々、結構入る結構入る結構入る。想像の100倍ぐらい入ってる。もう端前マジアチュアミウッド2周とかやっちゃおうか。絶対来るだろこんな。うわ来ねえんだ。さあ耐え、いや耐えてない。チクリ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 、熱い。いやこれ熱いな、この完璧な削り。痛い痛い、金も完璧すぎる削り。いや耐えだな。いやガチ耐え。端プリ警戒。痛い。いやいいよ、トルネ削りいいね。うん、いや素直にやってきたな。やべこれタワー入ってね。これやばい、行かれる。これ待って、呪文剣ない呪文剣ない呪文剣ない呪文剣どけろ。オッケー、熱い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 、これは熱いよ。よしよしよし、次だ次だ、時間がない、マジで時間がない時間がない。いやでもあともう2勝か、あともう2勝だ。1時間20分、いやでも今のとかにも全然勝てるからね。よしよし、もう呪文削り対決だから、トルネードでロイジェイ下げるとかマジアチ下げるとか、もう全部相手の施設ね、相手のプリンセスタワー巻き込んでいきたい。うわ強そうな、かっこいい名前してんなおい。うわーコウモリか、あんまり見なかったな。なんだコウモリ迫撃ザップ、やばいマジザップってやばい。なにこれガチでレア。うわなんだこれ。いやなんか変なデッキだな。あーメガナイトバルーンとかだな。はいはいはい、わーメガナイトスケブレコカツ。あー全然違う俺の持ってんと。いやー近畿道はしとくべきだな、無理してでも。無理しすぎかこれ。怖い、マジで怖い。ディガーザップあるからな。おーいマイティコカツ、マイティインドギャングコウモリみたいなね。なんかメガナイト、でもインドラミだよね。なんだメガナイトの悪をマイティにしたのか。あーやっぱいるよな。いやーこれ一発は仕方ねえな。うん、やっぱメガナイトバルーンでしたね、それっぽい感じではあった。でここはこれだったらな。ああマイティマイティ強いな。これディガー受けもさ、ここで使っちゃうとね、相手のディガーザップがさ拾えないんだよ。どうしようかな。メガナイトとかいないかさすがに。いやいるな。まあ一旦もう攻めるしかないから、
いやー拾いたかったな。でバカ入れたくないんで、いやーこれなんだプリン行かれたらやばいな。避けろ。いやそれ便利だな。いやーマジで耐えっすね今。耐えてチクチク行こう、チクチク。ガチ今耐えの時間です。こうやってメガナイトとかいないから、あー5あんのか。それちょっとずるいな。いや5あるってなると俺も攻めていかないといけないんですけど、いやリガリガギャングやばいね。言うの入る、言うの一発でかい。いやマジでかい。うわ爆入るけど許容許容許容。マジで熱いよ。うん、え待って、わやば。ごめんなさい。いやマジで本当にごめんなさい。ちょっとなかったことにしてほしいな。わ今のはやってる。いやマジでやってる。本当にやばい。わ15分今のはやばいね。うんボツだもん。いやでも今日はもうしゃあない、時間がないんでね、行くしかない。今ちょっと勝ちたいな、勝ちたいけどマイティちょっと強かったですね。序盤に大ダメージ受けたくないな。スケキンウォールブレイカーだねこれ。これコウモリちょっと強いよ。でも熱いんじゃね。いや熱い、マジででかい、本当にでかい。神様ありがとう。たまにねシーズン終盤だとここでもうグッドゲームで諦めてくれる女神だったりしないよな。よし一発でかい、マジででかい。一旦耐え確実にね。いやこれはコウモリゲーですね。相手の吹き矢さえしばけばマジで相手コウモリガチきついと思うんで、集中本気で。もう使います。うん、あーこれ言ってもよかったな。まあでも一旦ディガで確実にいこう。なんもないんじゃねえ、リクウケ。熱い熱い熱い、本当になんもなかった。いやいらんかったけど一旦ねちょっと確実にね。冷静じゃない俺がいる。おつけー俺あと3勝だっけ。いや悪くはない、全然悪い流れではないかな。うーんサイド合わせてくる、さすがウッド打つな。あと780よ。今これ相手陸受けがないないのよ。よいしょ。いやもうウッド削り入ってく。よし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 、めっちゃいい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 。よーい勝ち。あと2あと2絶対前に来る。アイドルの上手いね、ウッドが。オッケー、あと2です。いやあと2だ。ここの間停滞してる、停滞のまだ。
まあでも俺の序盤のダメージが悪いのと、あの変な芝野郎ですよ、あれがなければな、全然トラダイティアというかこの場所で戦えはするんだよ。そう、あとはもうほんと集中力と一個一個のプレイしたい。よし、あと2勝ぐらいのはず。よっ、ワンチャン？は40か、40なんで8060引くと届きます。今8061か2ぐらいあるといいな。いやー、停滞沼ですね。いや、次勝てば別に何にもあるから、停滞沼はね、まあ特別いいわけではないですけど、5連敗とか6連敗するよりはマシなんで、ね、ミキャンブーヤー、ミガンさんだ、ロイかコカツかかな。まあゴルナいなかったら全然いいな。さあ、いや、端振り行こう。いや、ロイっぽいな、このウッドは。この軽めのウッドはロイっぽいっすね。さあ、来た。まあ、ここはさすがに金起動させてもらって。いや、ロイはでも勝ちたいけどな。みかんさんクラスになるとちょっとだりかもしんないけど。わあ、いいすけ。これ次、9割型トリトン来ると思うんで、縦線譜として、足りないかな。いやー、延命これできないの渋いな。いや、完璧すぎる、取るね。わー、めっちゃいい攻め。これ取れても来ねえかな。来てほしい。来い。いやー、さすがに冷静だな。いやー、ミカンさん結構攻めてくれんな。まあからの全拠トントンかな。ウッドすら打たないが正解な気がするけど、どうでしょうか。うん、一回ステイっすね。シプリ読まれるかな。いや、ロイは勝ちたい。で、エレスピ来るタイミングでウッドでさばきたいですね。うん、オッケー。いやー、まあまあまあ、いやー、しんどいな、ロイうまいな、許容がマジうまい。あー、警戒してんな。このトリトンから入るのなんかめっちゃ嫌っすね、僕結構嫌だな。削る、いや、今 D が行くべきだったかな。いやいや、耐えっすね。耐えの時間です。LSP さえしばけばなんとかなるっぽい。いやー、強すぎる、やばい。いやー、うまいの。いやー、悔しいな。ロイはな、結構勝ちたい方だけど、ここでちょい連敗か。まあまあまあ、まだ前ます。あと1時間だな、これ。きついです、きついです。動きします。くそー、なんと残り13分、沼に追いつく。
ということで最後ね、ちょっと音を入れたままね、試合潜っちゃってね、声なしとかになって本当にね、申し訳ない。本当、ハッセンにも行けなかったし、綺麗な盛り方はできなかったんですけども、応援してくださった方ね、ありがとうございました。そしてちょっとね、ハッセンマジで、きつかったね。めっちゃきつかったね。いや、結構ね、ペース自体悪くなかったんで、いけるかなと思ったんですけど、どでけえ沼にね、ハマっちまいましたね、本当に。まあ、それがやっぱクララワのね、良さでもあり、やり込んでしまうね、部分でもあると思うので、ちょっとまたこう、別企画とか、もう同じ企画かわかんないですけども、まあ、リベンジしつつ、ちょっといろんな企画もね、やっていけたらなと思うので、まあ、次こそはね、そう、気持ちよくね、そう、目標ね、達成できればなと思います。まあ、簡単にね、達成できても良くないとは思うので、まあ、なんかこういう企画ね、おもろそうとか、ぜひあれば、コメントでね、お待ちしてますので、ぜひ、お願いいたします。まあ、最後結果的にはね、こんな感じかな。7895の808フィニッシュ。まあ、いろいろやりましたけど。はい。まあ、そこはもうね、見過ごしてください。はい。お願いします。ということで、ミラー8000度達成ならずでした。はい。またリベンジします。よければチャンネル、高評価もね、よろしくお願いします。皆さんもトラゲお疲れ様でした。またねー。